どうもこんにちは、ムメです。パッキンピュー。 YouTube 登録者数20万に突破いたしました。おめでとう。ありがとう。皆さん本当にいつも見てくださってありがとうございます。10万人いったんいつやったっけ。ムメと見ならわかるやろ多分私より詳しいと思うね。なんでみんなそんな詳しいんですか。本当にありがとうございます。20万人突破おめでとう記念でお菓子がいっぱい並んであります。そう、今日はお菓子をいっぱい食べながら、インスタのストーリーで募集した20個質問に答えていこうと思います。これ全部自分の好きなもんしかないで。気になるのはまずこれですね。ブルルルルルル、楽しいお寿司屋さん、イエーイ。わなぜ20万人突破でこのお菓子を食べるかというと、私プライベートであんまお菓子を食べないようにしているんですよ。まあライブでは食べないようにしてるんですよ。だからいただきます。え、ミルク美味しい。今質問募集したから、それの待ち時間としてこの楽しいお寿司屋さんを作っていきたいと思います。みんなさ、こういうやつ作ったことある？ねるねるねるねとかいっぱいあるやん。ちょっと散らかってる。これ一番好き。これも一番好き。あ、ちょっと待って。これも一番好き。で、もう一番好きなのもこれ。よし。うわ。やば。こうして。うわ、やば。夢中になりすぎてる。やばい、もうこんだけにしよう。よし、できた。ちょっとこれみんなにお見せしたいけど、これ倒れちゃう。めっちゃリアルな。上は水の味がして、海苔はハイチュウの味がして、このご飯のこれ何？何味これ？む、美味しいです。次、このプルプルめっちゃマグロなんやけど。卵をいただきます。卵サイダー味する。なんか一個一個味違うんや、これ。でもこれ別々で食べた方が美味しいかも。よし、じゃあ今日の動画ここまでにしたいと思います。楽しかった。何の動画やったっけこれでは質問にお答えしたいと思います。うわ、一番多いなこれ。好きな人いますか？気になってる人はいる？いません。残念ながらいないんですよ。あ、ごめんなさい、間違えちゃった。気になってる人はいますよ。それはいや、なんか恋愛系多いな、みんな。好きなキャラクターは？自分さ、推しキャラとかいいね。いや、異性のタイプめっちゃ多いな。好きな人のタイプみたいな。むずいな。好きな人のタイプ、なんかよくさ、好きなタイプ何って聞いたらさ、好きになった人が好きかなみたいな答えする人いるやん。え、おもんなっていつも言ってんねん。わかるかもしれん、でも。好きなタイプってなんなんやろ、自分。うわ、久しぶりに食べたこれ。なんか最近インフルエンサーっていうかこういう活動をしてきて、なんか素直な人がいいなみたいなは思った気がする。多分高校生の頃の自分やったら、なんか足速い人とか、なんか面白い人みたいな、なんかそういうのやったけど、素直な人が一番いいかもしれんって思ったちょっと待って、めっちゃ面白いコメントある。面白いっていうか嬉しいコメント。20に習って20文字で感想を言います。今の無名、君はもう無名じゃありませんよ。自分の好きなジュースはこれです。コーラゼロ。ゼロっていうのがこだわりです。これ最初にするやつ忘れてた。お、スキンケア何してるっていうコメントも結構多い。スキンケアは私何もしてないんですよ。なんかしてるとしたら、ニベアぐらい。
なんかあんま分からなくて、そのスキンケアの化粧水塗ってからパックやってからなんか乳液みたいな、なんかいろいろあるやん。あ、分からなくて、あれ順番も。そうだからニベアって一瞬で終わりやん、あのなんかクリームのやつシューってして終わり。そう、これさ、毎回質問コーナーでさこのコメントいただくんやけどさ、好きな人ができたらどうやって告白すればいいですかみたいな。前の質問コーナーで私なんか答えてたと思うんですよ、好きな人ができたら私はこうするみたいな、っていうのを私のフォロワーさんがそれを切り取ってくれて、じゃあなんか面白くしててかっこよくか、その動画がこれです。バリかっこよくないですか。なんかこういう風にかっこよく作ってくださってたんですけど、なんか言ってること私これ大丈夫かなみたいな、無名はこう言ってたババンみたいな。え、ちょっと待って、これ今思ったらさ、好きな人に好きな人がいます、どうしたらいいですかっていう方法を知りたいのに、自分はえ、その人とはその人は両思いな、違うなら振り向かせたらいいや、私はそうしてたキラーみたいな方法を教えてくれ。え、自分なんかやばいこと言ってる。すいません、今なら私わかります。え、そのみんなはさ、あの私はあなたのことが好きですよっていうことをさ、あんまり伝わってほしくない？なんかみんな言うやん、好きバレしてしまったみたいな言葉、あれってさ、良くないことなんかな。私あえてバレてもいいやっていうぐらいの行動をしてバレてしまって、実は好きないよみたいな感じで普通に接してたら、向こうも意識はしてくれるから、それでなんか付き合ったっていうのはあるから、みんなもやってみてね。今一番行きたい国、北海道とか。北海道と沖縄は私行ったことないんですよ。しかもさ、方言が違うかったり住み方も違うんやろ。めっちゃ気になる、行ってみたいです。すごい、この人20万人おめでとうございます。好きなお菓子ベスト3やって、答えていきます。ベスト3、ドゥルルルルルル、でん、ここにありません。ベスト2、ドゥルル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 ル、ピン、ここにありません。ベスト1、ドゥルルルルルルル、ドゥルーン、小さなチーズケーキです。これ最近ハマっています。これめっちゃ美味しい。あとな、ゼリーも食べてる。ゼリーも美味しいです。おすすめのダイエット方法、これも多いですね。お菓子を食べないことです。次、垢抜き方法、これマジで教えてほしい。なんか垢抜き方法は何したっけな。とりあえず自分に合う髪型、例えば私やったらなんかパッツンやと顔がポテッとしてるじゃない、なんか難しいね。だからずっとこういう風に資産分けにして、あと顔がでかいから横の毛を作ったりしてごまかして、眉毛を剃る。とりあえず眉毛が一番印象あると思うんで、とりあえず眉毛を整えること。趣味はですね、ベース、ゴルフ、ガンプラ作ること、コスプレ、TikTok 撮ること、匂いを嗅ぐこと、友達の恋愛話を聞くこと、友達とカフェ巡りすること、あと友達の写真を撮ること、あと最近の好きなことは、最近配信やってるんですよ。毎週水曜日に TikTok ライブ して、YouTube ライブをしてるんですよ。皆さんお気づきでしょうか？アーカイブ残ってるんで、そこから見れるんですけど、コメントといっぱい来てくださってるので、すごい楽しいです。毎日がエブリデイ楽しいハッピーです。ヤミーデリシャスハッピーハッピー。無名ちゃんの長所教えてやって。優しいところ、面白いところ、礼儀正しいところ、いっぱい食べるところ、素直なところ、可愛いところ、髪の毛が綺麗なところ、肌が綺麗なところ、目が可愛いところ、人思いのところ、可愛いところ、可愛いところです。自分の長所教えて。嘘つき。なんで？どういうところが？根拠？根拠ある？は？なんで？お母さん選んでください、これ。いっぱいあるんで、はい。そう、マイクラ、じゃゲーム配信もしたいんよ。ほら見て、マインクラフト。私めっちゃマイクラ好きやん。無名さんは一般人と芸能人どっちと付き合いたいですか？その一般人と芸能人の差が分からへんねんけど。関係ない。そんな何々人やから付き合わへんわとかあんの？髪を染める予定はないですか？ないです。
まあ大学生なんですけど、私の周りめちゃめちゃ髪の毛染めてあって、すごい憧れはあるんですけど、暗髪でいてほしいっていう皆さんの意見もあり、染めるつもりはないですね今んとこ。ウィッグでいいやんって、これで気が済んじゃうんよな。好きな香水はありますか？なんか自分最近使ってるやつある。あのこれ TikTok ライブでもすごい言われてたんやけど、名前が出てこんくて、バーバリーのこれ、バーバリーの香水です。これみんなに教えたことなかったと思う。これイコール私の匂いです。はい、みんなは何使ってんの？私香水あんま分からなくて、詳しく。ではみんな何の香水がいいとか何の匂いがいいよっていうのを教えてほしい。ほんまにマジで香水知らん。でもあのね、私苦手な匂いっていうか、私匂いフェチやからすごいあるんですけど、甘い匂いする人、ケミカルな匂いマジでケミカルな匂いする人はなんかうわっってなる。でも海外の人やったらあんまりうわってならんねんけどな。なんなんやろこのさ、爽やかな匂いをつけてください。やったら私喜びます。イベントで。下心あって草。20万人女性の自分へのご褒美は？お菓子。イエーイ。あのこの撮影終わった後でも私が一人で食べたいと思います。だってこれ自分頑張ったっていうご褒美だから。太ってもまあみんなのせいだよねって話。20万人いったおかげで私は太るって話。みんなが登録。外さないで。お願い外さないで。違う。寄せます、寄せます。ユニバで一番好きなのを教えて。スペースファンタジーザライド。でも今はあのドラえもん のコラボになってるんで、まあでも、あのドラえもんのコラボのやつもあのすごく面白いんですけど、あのでもやっぱスペースファンタジーザライド の普通バージョンの方がとても面白いですね。なぜかというと、キラキラしていて、とても速い。そして風を感じられる。はい。でも、あのドラえもんの方ですね、とても面白いんですけど、あの、これ以上言ったらネタバレになるんですけど、あのたまに不具合を起きまして、でもその不具合を起きることで何回も乗れるというメリットがあるので、とても幸せなんですけれども、やっぱスペースファンタジーザライドは普通バージョンがいいですね。あと、スパイダーマン。はい。スパイダーもう終わります。来年で終わります。やばくないですか？とても悲しい。だから、何回も行きます。はい、あのユニバファンとしてはとても悲しいので、ね、スパイダーマンのコスプレしてちゃんとあのスパイダーマン乗りたいと思います。はい、あのスパイダーマンのなぜここに来た、何が起こるかわからないですよ。とにかく気をつけてくれ。シュッ、いいサングラスに。シュッ、でもこの感じこれがなくなるとはとても悲しい。ユニバファンとしてはとても悲しいですが、来年までしっかり乗っていきたいと思います。はい、とても楽しみでございます。またユニバ行くのが、はい、それおすすめです。ぜひ行ってみてください。むーちゃんが自分の袋の一番好きな袋、ここの袋と、ここにも実は袋あるんですよ。こことここと、あと ここに袋あるんですよ。ここですかね。雨の湿気がやばい日って髪の毛どうやって抑えるの？もともと使ってたんが赤と白と青のなんか硬くなるスプレー使ってたんですけど、それ以上に硬くなるスプレーがあって、いつも使ってるスプレーがこれなんですけど、それをバーって振りかけたらカチカチになるの。あの修正できへんぐらいカチカチになるから、それは気をつけてほしいんやけど、それを使うと多分雨に負けへんと思うって感じ。一番苦手なもの。そうですね、はい。過去に何があった嘘ですね。はい。まあ人間というものは嘘をつくので、まあ、嘘っていうのが一番嫌ですね。一番苦手なものか。虫いけるし、苦手なものないかな。食べ物もあんまないし。嘘は食べきれないなんだよ。梅ちゃんのグッズ出す予定ありますか？なんとですね、出す予定はあります。 LINE の友達何人ですか？うわ、そういうプライベート初めてや。何人やろ、こわ。え、これさ、何人以上が多いと思う？めっちゃ怖い。え、ほんまにこれいい日？137。え、多い方少ない方？待って、え、137人って少ない方？え、みんなは何人ですか？これ普通に知りたい。あの、冗談抜きで。これが普通、多いんか普通なんか少ないんか。え、なあ、どうしよう！ここカットしてさ、ちょっと1000人ぐらいって言っとく？ 1000 人います。みんな何人かコメント欄で教えて。梅の頑張れる理由って何？ちなみに俺は梅がいるから。
じゃあ、私は、私が頑張れている理由、これは普通に綺麗事じゃなくて、多分みんなが応援してくれてるからやと思う。コメントとか、もしみんながいいひんかった場合よ、多分やってない。モチベとかそういうのは全部みんなが関係してて、みんながいいひんかったらさすがにやってないと思う。コメントとかさ、何気なくみんなさ、こうやってくれてると思うねんけど、そのコメントで私だいぶ活動頑張れてるねん。あといいねとかハートとかフォローもそうですけど、だいぶ頑張れてます。それでそう、無名のおかげで俺は頑張れてるって言ってるそこのあなた、私もあなたのおかげで私は頑張れって言います。本当にありがとうございます。君かよ、恥ずかしいな。20万人の方たちに一言。そっか、そういう動画やもんな今日。こんなにお菓子を食べさせてくれてありがとうございます。次はまだ20万人でこの量なので、生徒もっといっぱい量のお菓子が食べたいです。どうする、登録者数が増えていくごとに太っていくみたいな。やばい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 。なんか今私めっちゃなんかやりたいことが多すぎて、やって動画投稿、やって動画投稿みたいなチャンネルなんで、無名って人がやりたいことをやってるチャンネルなんやみたいな、難しいな。なんかそういう温かい目で見てくださると嬉しいです。はい、ということで今日の動画ここまでにしたいと思います。皆さん見てくださってありがとうございました。このお菓子は全部食べます。バイバーイ。5、これでプラマイゼロや。今日もいい運動した。